なあスパークス他のスパークス見せたらなあ別にサクッとね大丈夫やったな、ね、え急にドライヤーどっから電気持ってきた電気はもう発電できるぬめぬめぬめるゴンだ今のすごい海外っぽくてよかったな何わけのわからんボケああ、うん、ダークメステンタクルに飲み込まれちゃいました大変です、うん、早く助けに行きましょう用意しますお用意しますお前いたんかいせやなもうジーニーったら冷たいこと言わないの、うん、すごいピーポは心があるよね、うん、心ありーーありすぎるけどな、うん、ダークネステンタクルを倒さなければうんいや理解一致してるやん互いにあれを倒せば次の目的地に行くためのエネルギーの半分半分しか手に入らんのやあやしこれと灯台解放で一個分になるんちゃ う, う, う、ね、ケチって安い共感モジュールなんて買うんじゃなかったなジーニいやジーニーの方が正しい。ジーニーが正しい。非常にな、理屈っぽいか。戦おうか。なんもないか。行くぜ !Go! レッツゴーわきょーおこれもうスキップしようや。ああ、ゴールへ向かえない。向かうだけなんだ。まだやる気ないやん。これまたルイージが、これスキップできん。スキップできるって、絶対。あ、そういうことごめんごめん。行きましょうバトルスタート行きましょう今回はピーチ・ルイージでいきますあ、使う、あ使うとあれ使うんもう いけるんだね、多分ねあ、そうな一回押してみたお押しちゃう押したらめちゃめちゃ敵が来る可能性あるけど押したら多分向こう もう行っちゃうんちゃういや向こう、いや、多分な橋がかかるんだよあはで、向こうの敵がこっち来るんでしょなるほどね、松の言った通りやったわびっくりよし、それ一旦スライディングでダメージ与えといてこいつにうんえいで、ピーチの多分射程ダメージ圏内に入ったんちゃうこれいつどのくらいパワーアップしてんだろうね何ターンくらいパワーアップしてんだろう一旦そのターンだけじゃんそのターンだけで回復が2ターン、はい、で、こうしてオッケーオッケーあーやれへんのかまあ火弱点やし火つけてもいいんちゃうアホうんだって次火弱点のやつおらへんよ次のエリアにうんいいやんピーチこの位置大丈夫かなまあこんな感じで火のスパークはうんなんかやけどダメージみたいなのも与えられますと次のターン。ドーン。じゃあ。バシューン。え、強っ。かぶって見えへん。イエイ。ナイス。この演出なんなんやろな。よくわからへん。ゴー。あ、そっちにも当たるんや。マル教えとんねん。あれまだ奥におったわ。そういえば。あ、やばいわ。まあ、いや。大丈夫でしょ。いや、当てられてます直立して死んだ今の見たあ、見てピンってたってお初めてのチームプロテクターバコーンガード撃ってくるやろナイスナイスガール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 イエーイあー助けに来たよおっ回ったしつこいな捕まえろ捕まえた助けに行けよマリオ何ぼったちしてんのまだまだ戦い続きそうやな。ね、レースおおかっこいいチュはい、虫でーす。よっよっよっおおわ、囲まれているあのウサギが助けてくれるんちゃうこれは。やっぱりさっき、わーって来たのウサギかと思ったらね、マリオラビット。そうやな。強い。危ない。確かにあいつも一緒にやられそうやったな、うん、普通にガチガチの味方やった悪い顔してたけどそうやねでもラビッツみんな悪い顔してるからいやこれもうビジュアルがさらに悪いやん確かに悪タイプっぽいね仮面ライダー3号みたいな感じかもしれんはいはいはい言うてるわ
うん、怒りの電気ボール。うらうらうら、かっこいい。すごい切られていく。勝たない。お？クルリンちゃん。メロメロやん。女の人なんか。性別的に言ったら。これは女の人なんじゃないの？あれ男っぽいな。いやでもマリオがメロメロなってたで。あ、嘘。うん、にっこり。にっこり。何？つかこいつも下半身裸やん。お手をどうぞ。おお、かっこいいな。マヌケな顔してんな、相変わらず。ほんまそれな。ほら。あ、ほんまや。ピーチが嫉妬してたやん、今。ピーチラビッツが。ん？ライオンか？これでボス、ようやく。中ボスし、中ボス。なるほどね。強そうやん。なんていうの？ライオンだけでもね。トラかな？トラや。へぇー、悪い顔して。おぉ。正体不明の協力者。タイガー、タイガー、タイガー、炊きたて。こいつを倒せ、ね、せる。お、ついに。あ、こいつはもう決まってるんや。移動できるんかな？そいつ、あ、そいつも動かせそうやね。タイガーの弱点見ようや。あ、確かにね。あ、すべてに耐性あるやん。すごいな。強。2000やって。相手に近づいて、近距離やって、あーなるほどね、左下に書いてあるわ。あ、ほんまや。じゃあ遠くからバシバシ攻撃していく感じでいこうか。うん。では、スターティングメンバーは、こちらとなっております。はい、マリオとラビッツピーチ。で、スパークスは、火の耐性があったので、まあ、火は抜いて、パワーとプロテクト。では、にしてます。バトルスタート！ショータイムだ。お、喋った。ほん。なるほど。あ、ブーメラン。おお、そいつのスパークスは？あ、スパークス？あ、ダメージ。あー、ま、前まで行って一直線でなんか行けそうな気するけど。おお。いや、イギリアね。じゃあこれとりあえず3人をパワーアップさせて、この手前の2匹を処理すると。処理すると。うん、行きましょう。はい。でマリオがここから撃って、うん、こいつに攻撃。やあ、やあ、オーライ、オーライ。ドンドン。あ、死んだわ。死ぬと思わんかった。じゃあこいつもこの影に隠れて。この影からそっちね。うん。こいつをやります。ゴー。ガガガガガ。だ。あ、死んだ。あ、死んだわ。いや、死ぬのがビビるんだけど。死ぬと思わないから。で、新敵はこいつを、うん、えい。これもハーフブロック無視なんや。で、この攻撃は直線上に敵がいたら、まあ、貫通します。え、え、まあ大丈夫やったな。もう敵のターン終わったってこと？うん、ちょっと動いただけ。なんで攻撃受けたらちょっと動くらしい。あ、そうな。うん、こっちまで来ること考えて一回これ押しとくかどうかやな。うん、押しといていいと思う。やっぱり、うん、押しとくわ。キラリン。やい、シシソンソン。これでね、射程に入ってきたら攻撃できるという、うん、素晴らしい特性が、うん、じゃあこれで一旦終わりましょう。はい。いや、このライオン、どのトラどのくらい強いかやな、攻撃力が。ナイスカード。あ、ここにもいたんや。うん、そこにもいる。お、お、ナイスー！弱っ！強い！やばっ！やれば？2回攻撃な。それ聞いてへんね。なるほどね。あれは、お、エネミーポータルです。早く壊さないと、敵が出てきちゃうから。ほら、面白いやん。言うの遅いわ、それが出てくるっていう。これさ、倒れてさ、どうなの？うん、もう一生復活せえの、じゃあ。マジ？回復したら、あるんかもしれんけどな。ああ、回復できない、ね、無理やね。ああ、いいや。よーし、じゃあこのタイガークローにね、声入れていきましょう。うん、遠目からね、近づかれんように、うん、まずはマリオがズドンズドンと。まさかの2回攻撃やったな。うん、
あ、寄ってくるんや。寄ってくるんや、そう。次もやられるんちゃう、それ。それも届かんくなってる。これは間違えた。もう一個前のそこでしょ。こっか、うん。こっちでも攻撃したらさ、こっちに来るでしょ。今度は。うん。しゃあない。ん？来た来た来た。めちゃめちゃ来るやん。なるほどね。それプロテクトしといた方がいいんちゃう。プロテクトをしておきましょう。うん、オッケー。マリオの方には来なさそうやけど、一応まあ射程届くし。ああ、そうやね、しとくか。はい。なかなか強いね、急にボスだけ。こいつ硬いな。うん。やばい。いいぞ。おおお、いいぞいいぞ。いいやん。今のは嬉しい誤算やね。そうやな。あー、そっちにも出るんや。やばいね、そっちにも出るとなると。あ、でも体力もう半分くらいか。まだ、うん、6割ぐらい。敵がそこでしょ。いや、先にでもそれ壊しに行った方がよくない？そうか。じゃあもうこいつにもう攻撃ガンガン当てるのでいい気がするんだけどな。いや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 、なんか、うん、先そりゃわ。あー、壊せそうだね。オッケー、まあとりあえず、ま、もうこいつらを、うん、ボスをね、とにかくボコボコにしよう。うん、いきましょう。ヘイ、ゴー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 、ナイスクリティカル、イエー。ちょい動きましたと。それでマリオが、これ届く？あ、届かんね。こっちでいいか、近いかな、大丈夫かな。いや、いいでしょ。でも結構移動しないもんね。いや、それ多く左側の方がいいんちゃう。左、その壁の、ここ、うん、もう次の攻撃で壁壊れちゃうから、うん、と思ったんだけど、まあいいか、ここで、うん、じゃあ攻撃。この雑魚敵の攻撃よりこいつからの攻撃の方が怖いから。マジ死ぬもんない。うん、ナイス。あ、結構来た。でも大丈夫そうやな、ギリギリであるね。よし、じゃあ次のターンに行こうか。それに多分壊れる。うん、壊れませんと。いいぞ。危な、あ、危ないね。マジ怖いわ。ダメ。出てきて攻撃もするんだ。出てくるだけだと思った。そんな甘くないで。うまい、けや。これやな、これは。手前のそいつ処理して。そうやね。あ、倒せそうやな。で、ピーチも、ピーチも手前処理でいいか。うん、ラッキー、ナイフで終わり。終わりやね。オッケー、はい、このターンは手前の雑魚を二人狩りました。はい、生き生きとしてるな。そうやね。オッケー、ピーチの射程がなあ、届かないね。それやったらもう雑魚処理でいいんちゃう。これさ、マリオ、あ、マリオも足届かへんのか。うん、じゃあピーチは雑魚処理で。じゃあまず手前に当てます。届かへんからね、奥まで。ほい、マリオ逃げれるだけ逃げた方がええと思うけどな。無理か。いや、こ、多分ここが一番遠いよ、言うて。ほら、ここの方が多分近い。まあ、ここでいいと思う、私は。じゃあそこで、はい、強化して。強化する、強化しよう。ピーチと会えるまで結構長いから。そうやね。うん、で、攻撃です。やばっ、やばいね。祈り捧げる。いや、でも手前側まで回ってこれなさそうではあるけれど、信じたいね。うん、ドキ、胸がドキドキやわ。だいぶ座ったね今。次マリオ逃げるところがないんよ。いや、ピーチ一回殴らへんという手もあるで。全然、あー、ありやね。
ピーチここでいいか。この位置でこいつも倒せるでしょ。通過。オッケー、じゃあピーチはその行動で。そうだね。ピーチこっからこうです。うん。ナイス。で問題のマリオはまあ1はここでいいけれども、ここだとあいつの攻撃当たっちゃいそうなんだよな。攻撃しないんだったらさ、この位置でもさ大丈夫なんじゃない？無理かな。無理的。だってさ、あいつに攻撃されること考えたら この辺の方が良くない？むしろ意味が分からへん。いや、あいつも移動すんねんから。いや、ここは 50% で避けれるやろ。そうかな、結局 100% で当てられそうな気はするんだけど。それで ZR でしまいでいい気するけどな。攻撃戦で、うん、レッツゴー。攻撃したら近寄ってくるよ。これで攻撃者も近づいてくるよ、ちなみに。うーん、それで考えたら何もしないの方がいいんじゃない。あ、そう、まあ、そういう作戦なら何もしないで一旦行きましょう。じゃあ何もしないで行きましょう。こいつ左側、あ、当てられへんのや。当てられそうな敵いないの？あ、いないんだね。じゃあこれでおしまいで一旦ね。うん、はい、今回は攻撃したら近づくのでもう何もしないという選択をしました。そうそうね、ピーチも射程圏内に入るから。うん、よーし、逃げろ逃げろ逃げろ。とりあえずピーチやな。ピーチどのくらいから当てれる？この位置はきついか。いやー、このあ、この位置は当てれんだ。この2人が一直線上なんまずいけどな。他別に飛んでくるわけじゃないからいいと思って。いや、え、だって2倍近づくやん。ああそういうこと、うん、ああそういうことね。ハクハク。そしたら一回あれするか、スーパージャンプ。じゃあ整いましたんで行きましょう。こいつ攻撃するか。ちょっとこれ食らってもいいような気してきた、だんだん。あ、そう、うん、じゃあ整いました。はいはい、ピーチから行こうか。ピーチがここからこいつにね、とりあえずもう雑魚的ガン無視でボスにダメージを与えると。はい、行きましょう。でんでんでん、ありがとうございます。いいぞ。あと755、もう結構来てるんじゃない。それでどれぐらい食らうかなんやな。いけ。でんでん、これ左回りで来るか右回りで来るか。あー、右回りで来るか。それピーチ死んだな。これはピーチ死んだな。まあ、それさあね、ZR はしとこう。そうやね、これでどうや。で、じゃあピーチあれしとく。プロテクトしとこう。ピーチ来ない気がすんだよな。いや、来るでしょ。来るかな。あ、でもマリオの、そうそう、マリオそれ、あ、ナイス。そっちじゃないねんな。あ、1回だけなんだっけこれ。多分1回だけ。ナイスカード。あ、ピーチやって、ちょっと、もう一回。お、おー、違うの。こいつでももう落とせそうじゃん。513、これ強化してさ、うん、やったら落とせそうじゃん。そうやね、行こう、決めよう。一回まず強化入れて。そうやね、強化入れます。はい、強化して。でも一応こっからね。まあ一応ね、うん、こっから一回距離離した方がいいから攻撃します。うん、ゴー、ドンドン。いいぞ。ダビッツの頭上を越えていく。お、いいぞ。で、ピーチ一回回復するか。あ、攻撃してからでいいか。うん、攻撃してからでいいじゃん。一応移動して、もうちょっと後ろでいけんの。ここから攻撃をして、やあ、回復と。よく考えたらスライディングしたらよかったかな。スライディング効かへん。あ、そうやったそうやった。うん、で回復と。ヒーリング。わあ。キラ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 。よしけどし。喋った急に。よしけどし。よしけどし。よーし、いいぜ、これ勝ったらもらったぜこの試合。とかへんの。もう一回、まあ157やし、その手前のそこでいいでしょう。邪魔やこいつ。
これやれそうやな。うん、もうそれでいけるでしょ。194ダメージ。ナイス、勝利。あいついらんかったな、こいついらんかった。もう2人だけで攻略できる。でもこいつのおかげでベラボーに強かったから、うん、しんどかった。いやーしんどかった。でも余裕でした。余裕ちゃんちゃんこ、余裕ちゃんちゃんこよ。これ次回復しとこうか。Wait! No! Ah! Oh no! No!